焼き魚定食と、お邪魔します。おやおや、こんな真っ昼間から温泉なんていいご身分だね。お互い様です。私は暇な学生ですから。前に見た時からあんまり育ってないんだね。それで成長期は終わりなのかい？あれ？久しぶりだね、ケイ。咲夜さんこそ温泉旅行？あれ、違った？いや、そんな感じさ。一応仕事も込みなんだけど、切羽詰まっちゃいないしね。仕事ってどっち？記事の方？写真の方？写真の方さ。その泡から覗く柔肌のチラリズムがたまらないよ。んじゃ、次はもうちょい大胆なポーズで一枚撮ろうか。そんな仕事もやってるの？いいよ、残念ながら。今度のは日本に残された野生とかいうテーマで、被写体は懲りの類にイノシカ蝶とか。
蝶々もなの？一応ね、奴らは見場がいいからさ。でも、なんでここなの？動物が出るって有名な場所がもっと他にもありそうなのに。有名どころは観光地化してたりするからだよ。餌付けされた連中なら私じゃなくても誰でも取れるよ。あ、そうか。それにこの辺なら多少の土地勘あるしね。そうなの？あんたは覚えちゃいないだろうけど、あんたも昔はこっちに住んでたんだよ。恵美子さんが生きてた頃はね。それであんた、今は狭間の屋敷に住み着いてるわけかい？昨日からだし、住み着いてるっていうわけじゃ。あまり長居したくなる環境でもないし。とはいえ、少なくとも今はあそこを根城にしてるんだろ？うん。なら、私もしばらく厄介にならせてもらおうか。この旅館と山とを往復するのは面倒だし。かといって山の中でのテント暮らしももうしばらくは遠慮したいしね。それは別に構わないけど。でも私の他にも住人がいるかもだし。かもってなんだい、かもって。だって昨日はいたけど今朝はいなかったんだもん。なんだいそりゃ。もしかしたら化かされてたのかも。女の子の他に子狐が一匹いたし。何？あんたこのご時世に本気でそんなこと思ってるのかい？ところで、咲夜さん。なんだい？この車の黒缶って、黒缶ブッシュみたいで美味しそうな名前だよね。そんなもんかね。私はサバ缶やら桃缶やらの缶詰類を思い出すよ。見ての通り、鉄の容器に違いないわけだし。って、缶詰よりは缶桶かい？あ、縁起でもない。安心よし。
そこらのやわな車に当たり負けるような弾じゃないからね。ベルトさえしっかり締めとけば結構生き残れるもんさ。そもそもぶつかっちゃダメなんだってば。はいはい、そんな必死な顔しなさんなって。ぶつかろうにもこんなところでぶつかるもんかい。確かにね。衝突よりは脱輪が怖いかな。それこそ気運もいいところだよ。田んぼの中ぐらい何も気にせず走れるから。走れても走っちゃダメだよ。一応努力はしてみるけどさ、これから少しばかり視界が効かなくなるからね。夕立だね。そう長くはないだろうけど、その分きっと雨足は強いよ。そうなの？こんな道じゃ田んぼの中と大差ないぐらいにぬかるむだろうね。こいつは全然問題ないけど、毛ならはまって立ち往生だよ。どうしたんだい？寒いのかい？別に。もうすぐ着くから安心をし。って、あんな何年もほったらかしの家じゃ、着いても安心できないかもね。雨漏りしてないといいな。まあ、その時はこの中で寝ればいいさ。
すぐ着くよ。ケお姉さん、お帰りなさいませ。しました？あ、うん、その、なんでもない。それにしてもつづらちゃん、なかなか道に行った挨拶だね。窮屈すぎて背が伸びないほど厳しい家なものなので、いいもの食べてはいたんですけどね。でも成長期はこれからだろうし。肯定であります。これからの巻き返しに期待していてくださいませ。私も雄花もあちらの方ぐらい大きくなるですよ。和む挨拶はいいけどさ、できれば奥まで行ってからにしてほしいんだけどね。じゃないと荷物も濡れるから。え、ごめんなさい。これは飛んだ裾を。で、ケイ、こっちのが言ってたやつかい？はは、若杉つづらと雄花にございます。若杉つづらだって？さようにございます。一風変わった名前ではありますが、何かお気に召さないことでも？いや、大したことじゃないよ。聞き覚えのある名前だなって思っただけさ。そうですか。つづらはともかく、若杉なんてありふれた名前ですから、おそらく気のせい、気のせいでしょう。そうだね。若杉銀行とか若杉商事とか若杉生命とかよく聞く名前だしね。そりゃ同一企業グループだし、旧財閥系の最大手だから名前ぐらいはよく聞くだろうさ。あ、まあそんなことはどうでもいいんだけどね。そうですね、私にも関係ない話ですし。そうかい。私は浅間咲也、 K の親戚代わりみたいなものだよ。浅間。なんだい、私の名前がどうかしたのかい？いえいえ、なんでもありませぬ。承知しました。浅間咲也さんですね。